愛知県美術館で今日から公開が始まったこちらの絵画。評価額はなんと5億円です。20世紀初頭からピカソと共に活躍した画家、ジョルジュ・ブラックの寸欲する女性と3つの果実。匿名の名古屋市民が今年度、愛知県美術館に寄付しました。実際に鑑賞した人は、 近くで見るのと、遠くで見るのと、また雰囲気が変わってくるなと思いました表情だとかが間近に見られて、あの非常に感銘を受けましたよく見ると、ちょっとだけ砂が混ぜてあったりするんですね、そういった、えー、実物を見ないとわからない、その写真とか、えー、映像ではわからない細部っていうのを、現場で見ていただいて、えー、細かなさまざまな表現を見ていただけるといいのかなと思います。 この作品は9月17日まで展示されます。